この動画はすでに狩猟免許を持ち捕獲許可を受けた方のために、安全でかつ効率的な捕獲技術を広めるために作りました。まずは鹿を捕まえるための前提条件を説明します。鹿を捕まえるためには行政機関の許可が必要です。鳥獣保護管理法などの法律を守りましょう。また法律だけでなくマナーを守ることも重要です。他の捕獲者や地元住民などに迷惑をかけないよう心がけましょう。さらに捕獲作業は安全第一です。自分自身や地域住民の生命や財産を守るために十分気をつけましょう。またトラブルを避けるために罠は土地の所有者の許可を得てから設置することが重要です。次はくくり罠での捕獲が流行っているこのご時世に、箱罠での捕獲をおすすめする理由をご説明します。まずくくり罠は農地や住宅地での捕獲に向いていません。ここは実際にくくり罠を設置していた果樹園です。くくり罠を結んでいる木は鹿がかかると木の皮がむけてかれます。さらにくくり罠のワイヤーが届く範囲では作物が作れなくなります。これがこの果樹園で撮影した鹿がくくり罠にかかった直後の動画です。このように鹿は捕まると暴れて走り回るので、ワイヤーが届く範囲では作物を作っていても鹿に踏まれて枯れてしまいます。またこのようにくくり罠で捕まえた鹿は動き回る範囲が箱罠に比べ広いので、止め刺し作業はより危険な場合が多いです。さらにくくり罠は狙った動物だけでなく無差別に動物を捕まえます。くくり罠の荷重設定を重くしていても、クマやカモシカなどの野生動物が捕まりますし、荷重設定が軽い場合は猟犬や鳥獣を追い払うための犬、野外で飼育されている猫なども捕まえます。くくり罠は動物の足を締めることで捕獲するため、動物の皮や肉がえぐれ足を切断することもあります。それに比べ箱罠ではもし保護対象の動物や人が飼育している動物が捕獲されても比較的容易に野に戻すことができる上に、動物が足を切断するレベルの怪我を負うのはごく稀です。しかし箱罠を使った捕獲作業にも短所があります。それはくくり罠は鹿の意表をついて捕まえるのに対して、箱罠の場合は鹿の警戒心を解かないと捕まえることができない点です。ほとんどの鹿は箱罠を見つけるとこのように警戒します。餌付けをしても箱罠をちらちら見ながらなかなか近づこうとしません。また餌付けが進み箱罠の中に頭を入れるようになっても鹿は警戒しています。このようにいつでも逃げれるよう慎重に箱罠の中へ入っています。そのため箱罠で捕獲する場合は餌を使って鹿の警戒心を食欲で破壊する時間が必要なため、捕獲までの時間がかかってしまいます。さらに一度捕獲するとその際に周りにいた鹿は再度箱罠を警戒するようになります。そしてその警戒心を食欲で解くために次の捕獲までさらに時間を要します。一方でくくり罠は鹿の警戒心を解く必要がないため、次の捕獲までの時間はそれほど必要ではありません。以上のことから捕獲効率よりも安全を重視する場合は、箱罠を安全に留意する必要がなく、捕獲効率を重視する場合はくくり罠を選ぶことになります。また効率的に鹿の頭数を減らすには、このシミュレーションのグラフが示す通り大人のメスを捕まえることが重要です。しかし IoT 技術を使わない限り箱罠ではオスとメスを区別して捕まえることができません。
そこで箱罠漁では子供の捕獲を避け、大人の鹿を捕まえることが目的となります。警戒心の低い子供はすぐに罠の中に入って餌を食べるようになりますが、警戒心の強い大人は罠の中に入るまで時間がかかります。子供だけが中に入っても罠の扉が落ちにくい技術を習得することが大切です。次に箱罠の設置場所についてご説明いたします。設置場所を決める上で鹿の都合と捕獲者の都合の両方を考える必要があります。まず鹿の都合ですが、鹿の新しい痕跡や目撃情報を集め、鹿がたくさんいる場所を把握します。そして耕作放棄地と森林の境界付近など鹿があまり警戒せずに餌を食べる場所を選びます。さらに周囲に鹿を引きつける強力な誘引物があると鹿を餌で誘引できないので、そのような場所に設置しないようにしましょう。これらが鹿の誘引物です。左から生ゴミ、果樹を剪定した際に出る木の枝、最近増えている誘引式のくくり罠です。このようなものがある場所では箱罠での捕獲は難しくなります。また人間側の都合も重要です。箱罠が安定し扉が正常に閉じるように、地面が平らな場所、見回りや止め差しの際に安全に作業できるように見通しの良い場所、罠や餌、屠体を運ぶ労力が少なく済むように自動車で近づくことができる場所が適しています。このような鹿の都合と人間の都合がちょうど合う場所が箱罠の設置に適した場所です。そしてその場所が箱罠の設置に適しているのか確認するために、箱罠を置く前に餌をまき、鹿の反応を確認することが重要です。これが実際の映像です。このように鹿が餌を食べに来ればその場所は箱罠の設置に適しています。逆に1週間経っても餌が食べられない場合は他の候補地を探した方が良いです。次に箱罠の設置方法についてご説明します。まずは事前に餌付けをした場所を桑などで平らにします。そしてその場所に標識をつけた箱罠を水平に置きます。さらに鹿が箱罠の中の地面に違和感を感じさせないよう中に土を入れます。これが実際に土を入れる様子です。土を入れて金属製の箱罠の床を隠すだけでなく、周りの地面と同じに見えるようにカモフラージュするとより良いです。そして箱罠の仕掛けをセットします。扉が早く落ちるように高さを60から70センチメートルにしましょう。扉を重くしても危険が増すだけで早くは落ちません。扉を早く落とすためには扉の可動距離を短くすることが重要です。さらに鹿の頭数を効率的に減らすためには子供ではなく大人を捕まえることが重要です。子供が取れにくくなるようゲリートは40センチメートル以上の高さに設置しましょう。さらに箱罠の中へは警戒心の薄い子供が警戒心の強い大人よりも先に入る傾向があります。大人を捕まえるためには大人が箱罠の中の餌に十分に餌付いて警戒心が薄くなってから仕掛けが稼働するように、それまでトリガーをロックします。そして最後に餌をまきます。餌は捕獲対象の動物が好み、腐りにくくて長持ちをし保管がしやすいものが良いです。さらに他の動物を誘引しないよう、他の動物があまり好まないものがより良いです。鹿だけを狙って捕獲する場合には閉球部や外縁、自生していたら青木を使うことをお勧めします。地域によって鹿が好む餌が違うことがあります。様々な餌を試して
適した餌を探すのが良いでしょう。ここからは効率的に鹿を減らすための餌の撒き方をご説明します。餌を撒くときには餌を撒きすぎないように気をつけましょう。餌の量は毎日すべての餌が食べられてなくなる程度の量がちょうど良いです。はじめは獣道から箱穴の入り口付近まで餌を少しずつ撒きます。この時には扉が落ちないように扉やトリガーをロックします。これが実際の写真です。白丸で囲っている場所に閉球部を置いています。写真の上側が箱穴の入り口です。この時点ではまだ鹿は餌づいていません。鹿が餌づき始め罠に近づいてきたら餌を集中的に罠の入り口付近に置きます。この時もまだ扉が落ちないように扉やトリガーをロックします。これが実際の写真です。罠の入り口前後に閉球部を置いています。そしてこの夜に現れた鹿の映像です。辺りを警戒しながら頭を扉の下にくぐらせて入り口付近の閉球部をすぐにも逃げられる体勢になりながら食べています。十分に餌づいて大人の鹿の体全体が箱罠の中に入るようになったら餌は罠の奥のみに置き扉のロックを解除します。この時には必ず罠が正常に稼働するか確認しましょう。これが稼働実験の様子です。箱罠の扉はちょっとしたことが原因で稼働しないことがあります。この場合はトリガーのセットの方法が間違えていました。必ず箱罠が正常に動くのか事前に稼働実験をしましょう。そしてこれはその時の餌撒きの様子です。ケリー糸より奥のみに閉球部を置いています。そしてこの夜に現れた鹿の映像です。ケリー糸が角に引っかからないように一番奥の餌を食べようとしていますが結局ケリー糸が首に触り扉が落ちました。捕獲マニュアルは以上です。この動画が鹿の生息頭数の減少と狩猟事故の減少の役に立つことを切に願っています。ご視聴ありがとうございました。